マーフィンがやめちゃった。アリケンクラスに一人はいそうなデブチャンネル。皆さんどうもこんにちは、アリケンです。先日競技で最前線でね、活躍されていたリドル所属のマーフィン選手がこのようなツイートをツイートしました。プロとしてのフォートナイトの競技を無期限化休止します。約4年間応援ありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします、というツイートです。これはまあ無期限休止って書いていますが、まあほぼほぼ競技を引退ということなんですかね。最近はいろんな人がフォートナイトの競技をやめていってますが、 FNCS など大会を見てる私からしたらね、少しね、まあ悲しいところもありますが、まあマーフィン4年間お疲れ様でしたという言葉を込めてね、マーフィンさんお疲れ様でした。いえ、悲しいね。悲しいけどマーフィンはね、他のゲームもうまいからね、フォートナイトだけじゃなくて、これから他のゲームでの活躍、リドルとしての活躍をね、とても楽しみにしています。私は、はい、友達なので、はい、でも悲しいです。今年はですね、ワールドカップ以外にも FNCS とかがないのでね、マーフィン今まではね、僕のチャンネルでもいっぱい取り上げたのでね、今日はマーフィンのね、今まで一番盛り上がったシーン集みたいなのを作ってね、マーフィンとの思い出を残しておこうかなと思います。はい、マーフィンいろいろ頑張ったからね、 FNCS とかもいっぱいね活躍したので、今日はね、思い出振り返りにしましょうか。このまま動画に行くんですけども、まあコメント欄でマーフィンお疲れ様って言葉をねかけてあげてくれたら、マーフィン、それではマーフィン4年間お疲れ様でした。また一緒にゲームしようね。それではどうぞ。デブチャンネル、もう開けて、さあショットガン打っていきたい。さあ開けたところ、マーフィン打っていく。さあプライマルアサルトライフルのエイムがいい。さあここはアリケンフィッシュを投げて敵の退路を塞いでいく。現在3キル61ポイント。しかしアリケンフィッシュで誰かがダウンした。これが強い。さあ目の前にいるのは気づいてるか。ここはワンボックスやって、まずは1キル目の前の敵も倒していく。ダブルキル。さあ一気にキルを稼いで、ハイグラの敵にアリケンフィッシュ。さあ当たっている、当たっている。さあここは狙いすましてクレダーさんにダメージ与えて、落ちてきたところを倒していきたい。さあ一度下に降りて、やっとこれは床を張ってしまった。クレーン、さあスティングフィッシュ、アリケンフィッシュが自分に食らっちまった。真下に敵がいる。ここはやって HP 回復。現在72ポイントさあマフィン木をもらって、さあ残り1人。さあ目の前にいる人を、さあクレーンが倒しに行きます。ここはクレーン HP 削って、さあストームでやられて1位になりました。さあ来たよ。てかこんぐらいの時にスティングボム使うのが一番強そうじゃない。逃げ場ないし。さあ目の前、さあそいつを倒せれば、さあ美味しい思いできそうだが、こううまい。さあマフィンそのまま勢いよく、さあ詰めていくが、さあキルを取って下回復していく。さあ HP は元に戻りました。しかしローグラが過ぎる。一旦外に出て大きく横から回っていきます。マフィンできるだけ生き残りたい。ここでクレーンが後ろやられてしまう。さあマフィンちょっとでも順位を上げておきたい。期待を使いながら、ここはもう下に降りる判断、えらい。真下のやつ一人やって、ガッキリ間に合って、うわ順位上がった今ので。あけた、びっくりした。お前やめ、マジで見てほしい。やばい本当にこいつ、ラギスとかやばい本当に。さあ目の前シュートを移動させている。うまっ、はあ。さあ目の前レタスさんをマーフィンが倒して、さあここはマーフィンも前。いやでもすごい、すげえ。あそこから上げたらおいしょ、おもんな。いやおもろい、クソおもろい。ひどい、カーナーアリケンさんやった。そんな元気なレッツゴーはいらんか。お前喜べ、俺を殺してもあるのか。さああるのか。いやない説あるね。決めるね。うわそこ抜くんだ。よっしゃー、勝った。通されてヘッドショット2発と胴体1発でゴリゴリに削られたマーフィン。さあでもチャグスプがあるとマジでイモってる時にむっ、うわぁ、さあいいですね。気持ちも負けていないし、回復もイワシ6個、チャグスプ6、クロッパー4、マジでいけ終盤まで。さあプッシュも多い、メディキを上げて最終調整、リムルの回復、5点セット、欲張りセット、武器は持たない。これはもう巻いていきます。さああとはキャベツを食べるだけ。残り3パーティー、リブルが回復、上では回復はなさそうだぞ。さあどっちが勝つ。さあリムル、マルはさあ来ない。さあ回復勝負。さあリムルの回復は
いっぱいある。最後の最後で決めるか。さあヒロキのヒロキスの回復はない。リムルがそのまま回復勝負取っていけ。これは決めた。ラスト試合ビクトリーロイヤル、最後の最後でグランドファイナルへの切符を手にしていきました。グランドファイナル確定おめでとうございます。ありがとうございます。いやお前らもう一番アドよ明日の戦い。もうこんな気持ちでいけるグランドファイナルやばいぞ。いやおめでとう。マジでなんかないの。なんかもうよかったよかった。もうなんかない。もうやばい、興奮してやばい。もう昨日でかなりメンタルが正直きてた。1ポイントで落ちて予選も2も通れなくて、もう この連負の連鎖からの2位3位って言って、お前泣きそうやけ。お前いや泣いた。いやよかった。さあマウフィンの HP がない。目の前には現在総合1。やーヨングギョウをここで倒してマウフィン HP 回復だが、さあミニポーション系がない。さあリムールが敵を倒してる。さあチリチャクもゲット、おいしすぎる。全員で回復。残り9パーティー。さあまだまだ生き残っているマウフィンが目の前戦っている。わずか切り入れて姿勢をしっかりゲット。前の方進みながらローグラが誰もいなくなった。ローグラが誰もいなくなった。目の前ワンボックス落として100ダメージ。熱い。マフィンたちは歩みを進めて残り3パーティー。3対3対3。さあしっかり周りを見てマフィン目の前のボットを落とせるか、落とせるか。落ちはしない。姿勢がなくなった。さあ落ちてきたボット107ダメージ。さあワイルドオークたち勝てるか。うわうまい。いい取りやってリムル 1v3 1v3。 さあマフィンたちもう一個ジャンパーを使ってハイグラを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 取りに行っている。ハイグラを取りに行った。ハイグラ取った。ハイグラ取った。ハイグラ取った。山の上アンチ、山の上。うわ山の下だ。さあ下にワイルドオーク降りて山にくっつけて勝てる。これこれマジで勝てる。これマジで勝てる。マジで勝てる。できるだけキル取りたい。できるだけキル取りたい。ルリたちがここでやられてしまうが、いやまだ生きてる。ルリが一人で生き残ってる。マフィンがハイグラもう上にいるだけで勝てる。うわー、さあマフィン一人でどこまでいけるか。順位がどんどん上がっていく。さあサージの数値が上がっていってるぞ。さあ30人まで減るには7時間がかかるけど、あと22。もっと打て、もっと打て、いけるけど全然いける。あいいぞ、ナイス、うますぎ。さあこれあるぞマジで。ダメージ多い人が死にましたねこれね。多分74以上。さあ上に1個上げて、さあ資材はあるので、さあふんだんに資材を使っていける。やばい、あるぞあるぞ。これ歩くね、歩くね、歩くね。さあマーフィンが一人で順位を伸ばしている。これいい順位伸ばしだぜ。あー惜しい。さあ目の前で敵倒したいところだが、どうだよみんな、あるよ敵を食っていきたい。さあボットさんを倒して、おる。さあ目の前倒せれば、うますぎ、うまい、うますぎ、うますぎ、あるあるある。さあローグラに2人、3人。さあ撃たれていくか、これナイスナイス。さあお互いスパイダーマン、いやマーフィンがスパイダーマン持っているので移動はできる。さあ残り人数26人。さあマウフィンが移動してアクチュアリーにしっかりつなげている。いいですね。さあいいですね。さあマウフィンポイント稼ぐことができるのか。さあ全然ワンチャンある。さあ目の前しっかり、さあサブマシンガンで圧を加えて、さあリムルがアンチ移動。さあそして今度はマウフィンがアンチ移動。ここの強さここにありますよね。お互いがキルを取りに行けるし、お互いがアンチ進行できる。そうなんです。最高の状態で最高のタイミングで最高の瞬間にアンチ移動とキルができる。それがこのチームの強み。さあ上からアサルトライフルの射線を食らってしまったマフィン。ここは一度落ち着いて周りを固めます。さあコーンさん、ここからマフィンたちは勝つことができるでしょうか。いやあると思いますね。あると思う。さあ伝説の予想士コーンさんに勝つと思うと言われたマフィン。さあこれはいい目がついたぞ。さあマフィンはしっかりと資材を温存した状態で移動しています。さあワンボックス、さあ連射ショットガンのいいところ、グダっても、さあ余裕で倒すことができる。さあそして援護に来たジョザをリムルが倒している。さあここで2キルゲット、134ポイントになった。
さあデカポン飲む時間が欲しいが、ここのキルがあまりにもデカすぎる。資材も140、残り人数16人。ハイクラを狙っていますね。そうですね、いいですよ。さあマフィン、これは上の人たち気づいてませんよ。これ見てないし、ケアもしてない。さあしかもさあ一人でリブルがどうぞ。さあマフィンがハイクラ取ってリブルを目の前の敵倒している。さあこれマフィンハイクラ取りましたよ。素晴らしいですね。高すぎるな、でも少し。そうですね。しかしこのタイミングのハイグラめちゃめちゃ美味しい。資材もあるの で、ね、ここは1段6段ザどんどん下げていく。残り11パーティー。おそらくお互いリフレッシュしたのでまあまあ残ってる。おお、めちゃくちゃあるリムル君が。そうですね。89、そしてアクチャリーリムルが79。さあ上からキルを取っていけ。さあマフィーたち最後の最後にビクロやるか。だんだんも十分打ち続けますローグラを。そうですね。サブマシンが残り200発。まだまだ打てる。これ勝てるぞ。いいね、圧倒的に有利だと思いますねこれ。さあリブルも上から打って300発もある。さあ目の前、さあしっかりと甘いない。さあ資材を取りたいが、これは見えているか。さあ木を取って、さあ10個100個増えました。うまいねこれは。さあハイグラを取って残り5人。さあそしてゼータラギスも生き残っている。さあリムル強気に倒しにくうますぎる。ハイドさん倒して、さあフリーエディットでしっかりと倒して、さあ目の前ネクサスの、さあザジが1人 2v1。 いやもう 1v2 じゃないこれ。ワンブリツーだ。さあ目の前のザジを倒せばラストマッチ。ビクロイで明日への切符を120ダメージ取って、サジケ倒して、うまいね。これは2位なんじゃない。いいでしょう。さあラスト試合マウフィンとリムルがまさかの1位。俺らはいるぞと意思表示、爪痕を残してデイ2に進出です。